どうも西田渉です、本日は EF2470mmF2.8 2型 USM のこのレンズをレビューしていきたいと思います。私が約5年ぐらいこのレンズを使っておりまして、その中で気づいたいいところ悪いところというものを、中心にお話していこうと思います。普段人物中心に撮影しておりまして、プライベートでは街のスナップとかも撮影したりもしております。その中で気づいたことを中心に解説してまいります。では本題に入ります。まず良い点は、単焦点レンズにも、劣らない描写性能、人物撮影、物撮り、風景すべてが撮れるように設計されています。なんといっても堅牢性がありますし、その中での描写力ももちろん優れています。で、次にやっぱ AF 性能がすごく優れてますね。F2.8 なので、こういったカメラの即拠点の F2.8 の即拠点が使えますので、そういった意味で確実にピントを食ってくれると。なので10枚例えば撮影した時にも10枚に近い8枚9枚っていうところ確実にピントが合ってくれると。で、もう一点、次にいいところは最短撮影距離が 0.38m、 要は 38cm まで寄れるっていうことなんですけれども、これ結構寄れます。38まで寄れるとですね、 70mm 側にして寄るとかなり、マクロまではいきませんけれども、かなり近いところまで寄れるので、そこそこのものは撮れてしまうのかなと思っております。で、次にズームロック機構が搭載されました、この2型になって。で、1型はやはり下に向いた時にこのトルクが緩いとこう落ちてくるんですけれども、これがこのロック機構がついてくれたおかげで、カメラにつけてこうブランブランと下げていた時とかにもかなりいい感じになったのかなと思います。昔の1型とかだと、例えばこれがこうした時にちょっとこう自然と、これ大丈夫ですね、トルクがきっちりしてるんで、これが自然とこう落ちてくることが多かったんですよね。こう重いものですから、伸縮型のズームですね。なのでここのロックがかかってくれてると、ストラップぶら下げてこういう下向きになってたとしても、ここが落ちることはないと。これはかなりいい点かなと思っておりますね。で、これが先ほど調べてました、これが2012年の9月の発売だったようで、で、なので、約もう7年経ってるんですね。で、僕はまたおそらく5、6年だと思うんですけど、使用してから。なので、いろいろと、EOS R 系の RF レンズも発売、2.8 発売されてきてますけれども、やはりこういった EF レンズも未だに現役で、しかもマウントアダプター使えば合いますので、そういった意味でこれ中古とかで逆に狙っていくのはありなんじゃないかなと。新品でも、調べたら17万前半ぐらいで新品も買えてしまうと思うので、かなり状態のいい中古とか狙うのは逆にありなのかなって僕は思ってます。で、以上がいい点でして、でそれで次に悪い点も一応伝えておこうと思います。その2470のレンジではあるんですが、やはり手ブレ補正がついてないですよね。普通だったらここにスタビライザーとかがついてたりするんですけれども、なのでやはり手ブレ補正は欲しいかなと。あった方が安心ですよね。仕事で撮影していても、やはり何て言うんですかね、こうスタビライザーがある方が確実に絵として成立してくれますので、多少解像力が落ちるとかそういった噂もあるんですけれども、やはり手ブレ補正あった方が、特にボディにも入ってませんし、なので確実に止めてもらうっていうのが一番大事かなと僕は思ってますんで、やはり手ブレ補正欲しいと。それがまず1点で、もう1点はやはり重いっていう、以前この 5D Mark IV のレビューした時にも申し上げたんですけれども、
ね、本当にこうミラーレス全盛の時代ではあるので、どん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 機材自体とかカメラ自体がどんどん軽くなる方向になって今行ってますから、そういった意味ではやはりちょっと重いかなと。特に F4 投資のレンズとかも、ね、使用したりするもんですから、24-70だけじゃなく24-105の1型2型の F4 とかも、まあ焦点距離が伸びてさらにこれも軽いとかっていうことも起こり得てますので、そういった意味では若干重いかなっていうのは否めないですよね。まあで、まあその上で、あともう一点あるといえば、まあズームレンズにありがちな全般で言えることなんですけれども、やはりこのプロの、僕らプロの使用頻度ですと、やはり1年に1回は最低でもメンテナンスだけ出さなきゃいけないっていう、こうデメリットでもない、まあ当たり前のことなんですけれども、そこはしょうがないかなとは思ってますね。単焦点レンズだとそこまで気にする必要はないんですけれども、構成がシンプルっていうのもあったりして、ですがやはりこの伸縮型、こう伸びたり縮んだりするズームですと、ここがもう僕らの現場でこことかもう本当何十万回ってここ使われてくるので、中にこうなんていうんですかね、こうトルク型になってる、こう掘られてこれがズームしていくんですけど、だんだんこうガタが来ちゃうんですよね、ここが。でこれがちょっとでもガタが来て下に向いてしまうと、その向いた分だけコサイン誤差が起こってボケてしまうと、要は肩ボケが起こりやすいという状況になってしまうので、そこはやはり改善というか、改善はしようがないので、やはり丁寧にメンテナンスしていくっていうところが一つ必要なのかなと。なので皆さんもこう比較的こういうズームに対して伸ばしてる時に、こことかに何かこう負荷をかけたりとか、ぶつけないっていうところを結構心がけた方がズームレンズは長持ちするのかもしれませんよね。まあ悪い点というか、もう当たり前の点かもしれませんけど、まあそのぐらいが僕が思ってるこの24-70のレンズに対する、点ですかね。でまあいい点悪い点申し上げましたけれども、総括としては、まあ、僕らプロの現場では、まあ、全部の撮影、まあ、10あるうちの撮影のうちに、まあ、5-7割ぐらいを占める大事なレンズになります。と言いますのも、このレンジ24-70mm があればほとんど撮れないものがないっていうのも実情でして、まあ本当に近くをこう撮ります。で多少ちょっと遠くからも撮ろうかなとか、まあ人もそうですし、まあ室内とか何かお店とか、なんかそういったものとかも、まあ、ほぼ撮れてしまいますよね。なのでまずはこの24-70っていうものを買ってさえすれば、まあ、前のこの 5D マークごともかぶっちゃうんですけど、ほぼ撮れないものはないとっていうふうになりますかね。なのでこれ、まあ、前回紹介した 5D マーク4で24-70の F2.8 ここくっつけて撮りさえすればほとんどのものが取れてしまうかなっていう感じです。なのでまあ皆さんもここ揃えちゃえば、まずはこのセット EF の24-70と 5D マーク4を揃えてしまえば、まあ、ほぼ取れてしまいますよねっていうところで、まあ間違いないレンズっていう中でご検討いただければと思っております。まあ僕もまあこれなしじゃ仕事になんないというような状況ですので、現状はなのでぜひおすすめしたいレンズの一つです。まあいかがだったでしょうか。そういった形でまあ皆さんも中古なり、まあ新品なり、まあ今 RF レンズもこれからどんどん出てくるでしょうけど、いまだに EF レンズっていうのはやはりすごいレンズ、解像感もすごいしっかりしてますし、色のりも素晴らしい、スキントーンの再現性も高いので、そういった意味でご検討いただければ良いのかなと思っております。今日は、EF24-70mm F2.8L 2型 USM のレビューでした。ではまた。